あのやっぱりキャラクターにとって目というのはやっぱりあの表情をですね、表すのに一番重要じゃないかなと思いますね。まあ、眉毛とか靴とかであの、まあ、総合的に表情を作りますけども、目の、表情というのがこうそのキャラクターの内面を映している、一番それがあの内面を表現するのに目が一番、重要なのかなと思います。俺様をないがしろにするとこうなるんだ。総一。死ね死ね。死ね死ね。仕事の邪魔をするんじゃない。かわいいやつ。お兄ちゃん見て。あの猫じゃらし、蛇の死骸よ。これでこの野良猫は俺様の虜だよ。おいら釘打つの大好きなんだぜ。素晴らしい。じゃあお坊ちゃんに手伝ってもらおうかな。こら、ソイちゃん張り倒すぞ。待てソイチ、もう許さん。なんだよ、何するんだよ。俺はトイレ行きたくて走ってたんだ。嘘つけ、勉強の邪魔しやがって。本当だよ。あ、もう無理だ。ただ誰か助けて。あ、こいつ本当に漏らしやがった。捕まえられるもんなら捕まえてみよう。待て、逃がすか。待て。総一。すごいな、やろう。これはきっと地獄に住む昆虫だぜ。おお、ギャロン、お前を見直したよ。次は俺のために地獄の昆虫を生け捕りにしてくれ。いい加減なことを言うな。よしよし、俺様の呪いがどんどん形になっている。